こんにちは、FA ラボラトリーです。今回は KIV の柔らかさを比較します。何社かメーカーが KIV を販売していますが、この動画では当社で取り扱っている太陽ケーブルテックとフジクラの2社の比較をします。比較は同じでも、太陽ケーブルテックとフジクラの製品ではケーブルの柔らかさ、曲げやすさの違いがあります。また断面図を見ると、太陽ケーブルテックは胴体の際まで絶縁体は赤色ですが、フジクラは外側が赤色で、胴体までは白色といった違いがあります。太陽ケーブルテックの赤色はくすんだ赤色ですが、フジクラの赤色は原色に近い赤色ですね。今回太さは8スケアと38スケアを用意しました。まず、8スケアの比較をします。こちらが太陽ケーブルテック、こちらがフジクラです。太陽ケーブルテックは小さい円をスムーズに作れます。いろんな方向に動かしてみても、自由自在に曲がってくれます。フジクラは小さい円をスムーズに作れます。ですが、いろんな方向に動かすのは少し厳しいです。太陽ケーブルテックに比べると少し硬いと思います。次に38スケアの比較をします。こちらが太陽ケーブルテック、こちらがフジクラです。太陽ケーブルテックは自由自在にとまではいきませんが、曲げたい方向へ自由に動かすことができます。フジクラは曲げられるのですが、動かしたい方向の半分くらいまでしか曲げきれないです。硬い芯があるようなバネで跳ね返ってくる感じがしますね。はい、同じスペックなのにこんなに差が出るのはなぜか。それは祖先に秘密があります。こちらに38スケアの同じ長さのものを用意しました。ケーブルの中の祖先を取り出すとこちらになります。太陽ケーブルテックの祖先を数えてみます。
全部で469本ありました。フジクラの祖先を数えてみます。全部で238本ありました。実際に両者の祖先を比べてみるとこのような違いがあります。確かにフジクラの方が太いですね。細い祖先を使用することで、さらに柔軟性を出しているのがわかりますね。比べると、このような違いがあります。太陽ケーブルテックの方が柔らかく、フジクラの方が硬いという結果になりましたが、スケアによって差が見られます。5.5 スケアまでは大きな違いは見られず、38スケアを超えると違いが一目瞭然です。帯電圧、帯電流に違いはなく、スペックはほぼ同等になります。なので、狭い場所や引き回す場合は、柔らかい太陽ケーブルテック、たるみが少ない方がいい場合は、硬いジクラがおすすめです。使用用途、場所によって使い分けるといいですね。紹介した商品はいずれも当社が運営している EC サイトエンジェルホームショップジャパンにて販売しております。各種太さをご用意していますので概要欄に貼ってある URL へ飛んでください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。